イギリスが日立の次世代高速鉄道を新規導入します。これまでの実績が認められた形です。お疲れ様です。パーソナリティのあずかです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、イギリスは正しい選択をした。日立がイギリスの次世代高速鉄道を受注をお送りします。日立がイギリスの高速鉄道事業を受注。日本の高速鉄道の技術は世界でも誇るべきものがあります。高速鉄道の代名詞である新幹線は世界的にも高く評価されています。そんな中、日立製作所がイギリスの次世代高速鉄道計画、ハイスピード2の車両54編成を受注したと発表しました。また、車両の製造だけでなく、12年間の保守契約も合わせて結んでいます。フランスのアルストムとの共同事業体が受注していて、受注額は約20億ポンド、約3000億円に上ります。このようにヨーロッパで次世代の高速鉄道車両を日本企業が受注するのは初めてのことです。イギリスの計画しているハイスピード2は、営業最高速度が時速 360km で、これはヨーロッパ最速となります。東北、秋田新幹線が時速 320km ですから、それも上回ることになります。日立製作所は2017年にもイギリスで高速鉄道866両を受注しており、それ以来の大型の受注となりました。このように日立製作所がイギリスで活躍をしているのは、鉄道事業の本社機能をイギリスに置いているからと考えられます。また、ヨーロッパの企業を積極的に買収し、着実にヨーロッパでの地位を確立しようとしています。例えば、2015年にはイタリアのアンサルドブレダを買収し、2021年8月にはフランスのタレスの鉄道信号事業の買収を決定しています。今回のハイスピード2の受注は、こうした努力の成果と言えそうですね。ただ、このハイスピード2はなかなかスムーズにはいっていないプロジェクトです。もともと首都ロンドンからマンチェスターまでを結ぶ構想で、総工費は15兆円を超えるとも言われるビッグプロジェクトでした。しかし、コロナによる工期の遅れや、当初の想定距離より縮小させるなど、トラブルが続いています。ビッグプロジェクトだからこそ起こるものとも考えられますが、日立製作所はそうした状況に負けず、素晴らしい車両を作ってくれるはずです。イギリスの高速鉄道ジャベリンで高い評価を得た日立製作所。日立製作所がイギリスから高速鉄道を受注したのはこれが初めてではありません。2009年より営業を始めた395系車両、通称ジャベリンも日立製作所が受注し製造したものです。現在までに866両も製造依頼があり、今後30年間日立製作所が現地でジャベリンの保守事業を行うことも決まっています。このジャベリンには有名なエピソードがあります。2009年、ヨーロッパに大寒波がやってきました。その時、フランスのユーロスターという車両が電気系統の故障でドーパー海峡をつなぐユーロトンネル内で停止してしまいました。乗客約500人が16時間も閉じ込められることになったのです。その後救助に向かった他の高速鉄道も相次ぎ故障してしまいます。大寒波の3日間、ほとんどの高速鉄道は運行不可能になりました。しかしそうした中で唯一トラブルなく運行したのがジャベリンでした。運行ダイヤを乱すことなく通常運行を続け、イギリスに限らず世界中の人々から称賛されたのです。今回の HS2 の受注にはこうしたジャベリンの活躍が背景にあったのでしょうね。高い品質の車両を作ってきたからこそその実力が認められたのでしょう。こうした日立製作所の受注ニュースには、日本だけでなく、韓国などからも多くの声が寄せられましたので、ご紹介します。韓国の反応。最近日立は順調だね。悔しいけど、その品質が認められているんだろう。日立はうまくやったね。アルストムで合弁会社を作ってやるみたいだね。買収もすごいやっているし、欧州で存在感が大きくなっているみたいだ。日立の株を買いたいな。これから順調に伸びていくんだろう。日本人は変えてずるい。もっと日本経済を勉強してからこういうことを報じてほしいね。日本が海外鉄道事業でどれだけの損失を作ったかをね。それに比べたらこんな規模のを一つ受注してもカバーなんてできないだろうね。数年後に脱線事故を起こして大騒ぎだろうね。韓国企業が日立を追い抜く未来が見えるようだよ。悔しいけどすごいね。
日本の技術は高いものがあると認めざるを得ないんだろうね。日本の反応。日本の新幹線安全神話が欧州でも維持されることを願うよ。高速鉄道は品質が何よりも重要だからね。メンテナンスもきっちり受け負っているから大丈夫だと思うけどね。どこかの国みたいな受注したけど全然工事が進まないなんてことにならないようにしてほしいね。日本企業の凄さを見せつけてやってくれ。韓国ではモノレールが落ちていたよね。そんなところに次世代高速鉄道なんて任せることなんてできないよ。やっぱり日本が一番だ。イギリスはいい選択をしたね。ジャベリンでの結果を見てやっぱり日本がいいとなったんだろうね。その選択が正しかったと国民に思ってもらえるようなものを作ってほしい。総事業費は8兆円くらいらしいね。そんなすごい事業に海外から参加させてもらえるなんてすごい。日本製が認められた瞬間だね。インドネシアよ、見ているか？日本を裏切って他国と契約した結果、トラブル続きでコストがかさみ、日本に泣きついてきたよね。最初からこうやって日本に頼んでおけば何の問題もないんだ。世界の高速鉄道については、韓国よりも中国がライバルだよね。中国は安く短期で作るってプレゼンするからね。でもその出来上がったものの品質はお察しだけど。韓国人は自分たちに関係がないことを勝手に羨んでいるね。もうこっちを見なくていいよ。嬉しいニュースなのに、君たちが絡んでくるとテンションが下がる。次世代高速鉄道で3000億円って安すぎないかと思ったけど、受注したのは車両の生産と保守だけなのか。大して儲からないかもしれないけど、その分余計な責任リスクを背負わなくて済むのかな。日本の鉄道技術で他国に真似できない真髄は、車両開発技術より安定的な運営管理や線路保守の技術やノウハウなんだよね。今回はその保守も12年間だけど契約しているから、イギリスはわかっているね。IHI の社長も、エンジン1個売るよりもエンジンのメンテナンスの方が儲かると言っているよね。そしてメンテナンスこそが日本の優れたところだから、今回の保守契約こそ日立が本当に受注したかったところだろうね。英国は電化区間が意外に少なくて、現在の日立の高速鉄道もディーゼル併用車で最高速は時速 200km くらい、ディーゼル切り替え時は時速 160km。そうした中で最高時速 360km ということは、専用線を作って走らせるのかな。イギリス人にとっては待ちに待った車両だろうね。日立の英国工場は欧州の本拠地として古くから稼働してきた。だから実はイギリスの車両の多くが日立製なんだ。日本の宝である新幹線の技術が加われば、フランスのテジェベより上になるだろうね。アルストムは何を担当するのかな。日立とは技術的に何から何まで方式が逆なのに、日立が主導となって進めてほしいね。こうした高速鉄道事業は、日本が一丸となって取り組むべきだろうね。新幹線のノウハウをどんどん世界に広げていって、鉄道は安全なものだと伝えてほしい。脱線事故などの悲惨な出来事はなくなってほしいからね。前に他の車両が立ち往生している中、日立製の車両だけが動いて人々を助けたって実績があるからね。それが認められたんだろう。次世代高速鉄道は日本が制する。高速鉄道は中国が他よりも安い価格で受注することで世界から数多く受注してきました。しかし手抜き工事だったり他国の技術をコピーしたものだったりして多くのトラブルが発生しました。そのため次世代の高速鉄道は中国を敬遠する国も多く出てきそうです。特に最近の世界情勢を見ても先進国は中国に依頼するのはリスクが大きいと考えるはずです。そうなると一躍候補として上がってくるのが日本です。日本は導入コストは高いですが、その代わり質が安定しています。メンテナンスも責任を持って対応するので、長い目で見れば非常に有益なものとなります。特に日本はメンテナンスに大きな自信を持っています。これは新幹線により積み重ねてきた技術やノウハウによるところが大きいと言えます。半世紀にわたって車両の欠陥やメンテナンス不足を理由とした人身事故が起きていないことも、その証明となっています。高速鉄道は車両を開発して終わりではなく、その後の保守点検も非常に重要です。特に最高速度が時速 300km を超えるようなものであればなおさらです。そのため、次世代高速鉄道は、車両と保守をパッケージにした契約が必須ともいえ、そこに日本の強みが生きるはずです。日立製作所のように
他の日本企業もどんどん世界へ広げていってほしいですね。そうなれば世界の鉄道はより良いものとなっていくはずです。あなたは日立がイギリスの次世代鉄道を受注したことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。